昨日午後8時半ごろ、豊田市千属町の東名高速道路下り線で中央分離帯に人が倒れていると警察に通報がありました。倒れていたのは豊川市に住む25歳の無職の男性で、搬送先の病院で死亡が確認されました。男性は両親と妹と4人で車に乗っていて、何らかの原因で助手席から転落したもので、 警察は後続車両に引き逃げされた可能性があるとして捜査しています。また、事故の影響で東名高速道路は下り線のトヨタインターチェンジと東名三好インターチェンジの間でおよそ3時間通行止めとなりました。